ダブルス上達楽しくテニス。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いします。今回はこちら、ダブルスのこの位置についてお話し差し上げたいと思います。で、よく、他のコーチも結構話ねしてた時に あるんですけど、よくこうテニスのスクールのレッスンしてても外に行った時に全然勝てないとか強くなれないとか、ね、やっぱりこの試合は試合の練習をした方がいいとか、そういった考えもあると思うんで、それ自体は悪いとは思わないんですが、結構ねレッスン中と、ね、練習中でもね、レッスン中と試合の時で考え方がね、こう違ったりとかもありますし、プレッシャーとかもあるんですけど、根本的な、ポジション取りを間違ってる時が多いんですよ。で、今回こちらね、アプローチから上がってきた時のお話なんですけど、この A さん、この位置どう思われますか？これ結構あるんですよ。で、ダブルスって結構前出てくる方多いんですけど、そのポジションの取り方がこの A の位置っていうところ、レッスン中はなぜかこの A の位置にいるんですよ。でも実際アプローチから上がってきた場合はロブとかもありますしね、もしかすると相手が打ち損なって上にボールが飛んでくるかもしれない。で、後ろって誰もいないじゃないですか。なのにこの今の A の位置にいてしまう方が多いんです。で、試合になると緊張したりすることもあれば、こうちょっと慎重になりすぎちゃって、サービスラインに立ってるんですよ。で、サービスラインに立ってる方が実は正しいんですが、やっぱりこうコーチとかもね、割とこう優しく返したり打ちやすいように返すんですけど、この A という位置に、どんどん突っ込んでくる人が多いんですよ。で、この A っていう位置が、どういう位置かというと、例えばなんですけれども、ボールを強く打って次が浮いてくるだろうと思う時に詰めていく位置、もちろんロブをケアした前提ですね、でしかないので、ここにパンって打って返された時点でここの A の位置にいた人の責任になるんですよ。で、これ結構ね、とりあえず打って前出てきてファーストボレーをもうこの A の位置でする、ファーストボレーはサービスラインで打ってこの A の位置に出てくるのは100歩譲って OK だとしても、決まりきらなかったらもう出てきた人が悪いですよ。で、ここが結構試合になった時と練習の時ってこのポジション違うんですよ。で、一歩ぐらいの違い、もしかしたら半歩かもしれないんですけど、ちょっとした差で全然見える視界も違いますし、相手からの見え方も違うんですよ。ましてや緩いボール打ってこんなところに詰めてきたところで、あとはある程度相手がストロークが上手な方であれば、あとロブが得意な人であれば、こんな簡単にファーストボールこの A の位置でいきなり、ね、大したボール打たないのに来られてももう余裕ですよね。むしろありがとうって感じになると思うんですよ。なので、ここの A の位置に練習中しょっちゅういる方っていうのは、練習の時にきちんとボールが浮いてくるまではサービスラインにステイをしていくべきです。なので、ここね、結構多いです。この位置を取ってしまうがためにね、練習の時気づければいいんですけど、多分気づかないと思うんですよ。で、これをメンタルのせいとかは、ね、試合に弱いからっているんじゃなくて、物理的な距離が違くて練習中にこの A の位置にいるからダメだっていうことを認識しないとダメです。なので、逆にそこでさえ理解できると、ね、コーチとか、外で、ね、プライベートのコーチ、取られた方もいらっしゃると思うし、テニススクールでもコーチをうまく使えると思うんですよ。そうすると自分で展開していく。ただコーチが優しく送ったのを前詰めてバーンってだとあまりお勧めできないし、そのパフォーマンス上がらない原因なんですね。
でもう一点、この今度は B さん、はい、この前衛の方ですね。で B さん、この時どうすればいいのって疑問出てきますよね。で、基本的にですよ、初めお話しましたけど、 A の位置にもし行った場合でも決まりきらなければ、この A さんの A の位置の人の判断が間違ってる、この人にほぼ責任があります。ただやっぱ試合の流れで言った時に、もうそんなん言ってもニチもサチもいかないので、例えば A さんがこの位置に出てきた場合は、こちらの B さんは A さんの打ったボールを判断して、はい、相手にこれ明らかにこれ出てきても相手に余裕だろうと思った時は、しっかり逆にサービスラインの付近に下がってあげると、良いと思います。ただし次のポイントからは、この A さんはこの選択肢を2回も3回も続けて、取り続けるともう大間違いです。なので、B さんはこの位置で、もしいいボールがいて返ってきたら B さんそのままね、ふわっと浮いてきたロブだけ消せばスマッシュ打てます。まあこういったチョイスを、していかれると良いと思います。だからとにかくね、この A さんの位置って結構微妙なんですよ。でもう一個言えるのが、まあ、この A さんの位置もそうなんですけど、はい、もう一個 A さんね。でここで決めきられないからって言ってこっちの位置、はい、いわゆるデッドゾーンって言われるんですよね。ここに立ってんのもまた意味がないんですよ。なのでこれよくあるんですけど、慎重になりすぎちゃって逆にこの位置まで突っ込んでこずに、この今のこの A ダッシュですね、この A ダッシュって位置にいてしまう。そうすると今度はクロスがガラ空きになっちゃうんですよ。だからまあ、なんだろう、ポジション取りって結構大事で、 A のところもダメだし、 A ダッシュのところ、 A ダッシュのところにいるんだったら一回待って、一回ベースラインの後ろ、もしくはベースラインの上ぐらいで待って前に出るか、はい、そのままステイするかっていうのを決めていく。でそのベースラインのこの上の話なんですけど、ベースラインの上っていうのは、例えば自分の打ったボールで相手の球がそんなに深く返ってこない、自分が結構いい感じで打ったからっていう時は、次の短いボールに備えて、まあそのベースラインの上に立つんですけど、この A ダッシュって位置に立つことはほぼないので、ここに立たされた時点でもう間違ってるって、その前の選択肢は間違ってるって思われた方が良いと思います。これ結構 A と A ダッシュの位置なんですけど重要なんですよ。で試合でうまくいかない方って、まあまあ、でロブソンしょっちゅう抜かれる人って先ほど話した A の位置にねいらっしゃることが多いですけど、そうじゃない方ってのなんかね A ダッシュの位置にいたがるんですよ。でもちろんコーチとかはレッスン中だしね、そのお客さんの求めるものによっても異なってくるんですが、やっぱね試合でちょっとでも勝ちたいとかパフォーマンス上げたいとかうまくしたいって時はね、このね A ダッシュの位置避けた方がいいと思います。知らず知らずにここにいるんですよ。これ本当にこれだけできればダブルスってすごく上達すると思いますし、ダブルスが苦手だっていう意識は根本的に消えてくると思います。だって半分守ればいいんですもん。シングスの方が、ね、まあ、自分の責任だって言えば、まあ、楽かもしれないですけど、まあ、コートも広いし、ね、前後もあるし、ね、こう立体的に上下もあるし左右もあるしってなってくるんですが、ダブルスの場合はこれさえ守れればクロス、ね、ストレート抜かれることだけ深く考えすぎずに、この2ポイントね、この2つのポイント、 A の位置に行った時、初めお話しましたねの避けるで、A ダッシュの位置もさっきお話したような理由からして避けていくと、ここだけできても絶対にテニスって上達すると思います。なので、ぜひともですね、この位置守れるようにしていただけると、まあそのね B の位置ですね、まあ A さんがこの位置にいた時の B の位置っていうのをお話しましたけど、良いと思いますんで、ここね結構ダブルスってなんかすごいなんか連携プレーとかね、チームワークとかがあるようなイメージがあるんですけど、ショットが強くてルール守れてれば、サッカーとか野球とか、ね、バスケとかバレーとか、その多人数じゃないじゃないですか。だから2人がやることなんてあるって限られてるんですよ。だからやることを徹底していければ確実に上達しますので、
ショットを磨きながら、この A' の位置ですね、注意しながら練習していただければ良いと思います。よろしければお友達にも紹介してください。今日はこれで終わりたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。